いらっしゃるか。さあ皆さんこんにちは、ダイタラです。ドラゴンクエストモンスターズ3やりましょうか。さあ前回ね、ここエクスアリーナ、エクサアリーナで魔界のトーナメント初めて優勝しました。さあそこでね、新しく商品もらったんですよね。トラベライトっていう次の魔界に行くアイテムで、ところで新しくね、次の魔界目指して、また元の位置に戻りましょうか。で、今回ここのね、アリーナで優勝したことによって、なんかここの魔界での認知度が上がったっていうの長売れたみたいで、モンスターがすごく仲間にしやすくなったよっていう教えてもらったんだよね。なんでちょっと一回本当にモンスター仲間なんのかなってところ見に行ってみましょうか。ちょっとお任せせんとしちゃった、頼む、誰か生き残れ、誰か生き残って、誰か生き残った方を仲間にしてやろうザバー、どっちも生き残った。え、シールド小僧にしよう。じゃあまずはどんな仲間なりやす上がってねえな。なあ、機嫌悪だったわ。怒らんといて。じゃあ次キノコくんにしてやる。お化けキノコ。もう全然仲間なりやす上がってねえさろ。これ、なんで成功すんのかい、そっちは。キノコくん。よし。すっげえ体プルプルしてるな、お前。君は今日から、まあ、また。レベル7。ねえ。悪臭を持ってんだって。臭いんだってよこいつ。どうするよ。スランゴ、スランゴもういいか。スランゴ普通のスライムやし、俺どうしても欲しいって言って昔仲間に入れたけど、やっぱスライムだし一旦ね。てかフェアリードラゴンみたいでいるじゃんこいつ。こいついい子なんですよ。仲間にしようぜ。めっちゃおるな俺。さてやっつけちゃいそうだなこれ、フェアリードラゴン。生き残ったら、あやー、あいやいやあいやいやーになっちゃうじゃん。キリカムくんがあれだな、今殴るモード入ってるね。まあまあいいでしょう。シールドこそ残ったらスタートしようぜ。残るかな、どうでしょうか。こいつ勝てんだよな、だいぶやっぱシールドくん。わー、でもやっつけたら、ナイス。オッケーオッケー、まあ、やっつけたらやっつけたで、カモン、経験値うまいし。うん、相当うまいよな、ここの敵の経験値って。さて、もう本当にここのエリアでやることないのかってところなんですけど、アグルカの研究所ってところだけ行ってみたいなと思います。まあ、道中でスカウトできたらスカウトするみたいな感じで行こう。お、これは、おー、いいね。スラポヨレベルアップ10だ。10まで上がったら結構でかいな。でも10でもあれとスキルポイントもらえないんだ。これ今10でもらえると意気揚々と行き込んでいたのに、悲しいぜ。おいしい。うわ、キノコくん。さて、じゃあちょっとここ建物入ってみようか。ここ建物入って何もなかったら、またトラベライト使って別の魔界行くっていうのをやっていこうかなと思います。いつ配合できるんでしょうか。うっす。まるで研究はてんてこまいである。相変わらずだ。ダメだ。なんもねえわ。じゃあ戻るか、今から。フェアリースカウト。おお、でかすぎ数字。行ったろ。いや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 細かく動きすぎやねんな、2倍速になってるからこいつ君は妖精ドラゴンだ、ね、インフルエンザ陽性です。それ俺やすいません、インフルエンザかかってましためっちゃめっちゃしんどかったっす。だって卵王子なんかいいとこないから、クビにするか巨漢だし、うん、大飯ぐらいだからな。皆さんも体調を崩すのを気をつけて。さて、ロザリーヒル帰ってきました。ロザリーヒルじゃねえわ、塔ですね。ロザリーヒルの塔。早くな魔界に行くには、はい、ロザリーヒルで魔法神にトラベライトを捧げる必要があります。あ、そうなんだ。また踊る、村に戻りましょう。はい、ダイダラ様。オッケー。え、村も踊るのってどうやって帰っていいの。2階から帰るのかな、これって。モンスター仲間前回復した。ロザリーヒルに入ると、モンスター仲間の MP1 ポイント回復します。だって。あら。それは便利機能で。便利機能。この人何年何でもしてんだよ。ここは初級よって。ありがとうございます。あえて教えてくれる人がいると助かりますね。さあ帰りましょうか。これだよね、帰るのって。ういっす。さて、ロザリーヒル、トラベライトの、ね、が光り出して、帰ることができた。さあ、魔界から人間界へ。結構、あっさり帰ってこれねんな。よかった。さあ、ロザリーヒルに到着。で、どうすんのこれで。またこれで捧げたらいいってこと？新しいトラベライト捧げた。
劣ってんのかな。あれあっさりしてるな。新たな場所行けるようになった。え、なんだこれは。これなんか違うな、マークは。はてなはてなはてなに移動しますか。何はてなはてなはてなって。行ってみようぜ。まあ、行けと言われたら行くよ。行くな言われても行くよ。うん、ここどこだ。さあ、新たにやってきた場所は、どこでしょう。さあ、新たな魔界です。ん、あ、じいちゃんどうしたの、もんじい。よく来たな。あー、僕よく来たな、大太郎。うっす。でもどうやら以前よりすこぶる強くなったみたいじゃの。うっす。だが大太郎、お前の王様をさらに強くする。はい、ゴー知りたいっす。はい、ゴー。背後のワニフキーのモンスターを掛け合わせ、より強力強いモンスターを生む神聖な儀式じゃ。ただし親に選べるのはレベル10以上のモンスターだけなのだ。注意だよ。悲しいことに親になったモンスターは子が生まれるとどこへ返さってしまう。と説明は以上で、いなくなっちゃうだね。背後、わしはこの地下の地下にある、待っておる。レベル俺10ないかも。ちょっと困ったな。聞いてねえで、ね。やべえ、レベル9だ。10だの。やべえ、スラボヤしかいねえ、最初の。ねえ、まあ、もう、まだか。まだだ、みんなレベル低いわ。ちょ、レベル上げてから行くわ。じいちゃん待ってて、少し。じいちゃん。外からたくさんの魔物の気配がしますよ、東京です。じいちゃん、ちょっと、レベル上げてから行くわ。待ってて。俺強くなった気でいたけど、全然強くねえわ。レベル10いってねえもん。それ配合できねえわ、確かに。配合、まだかな、まだかなってずっとブーブー言ってたけどさ。うん。なんだ？煉獄峠の魔界。初級煉獄峠だって。なんだここ、すごいな、熱そう。ロザリーヒルのとこんな世界に耐えられるんですか、すげえな。熱い。森の民だと熱そうだよね、さすがにロザリー。どうすっぺこれ。荒々しい岩肌、流れるマグマ、ね、凄ましい熱気ですね。大変だねこれ。名を挙げれば、そうだね、このエリアの魔物が仲間になりやすくなるんでしたね。どうやって名を挙げるんやろな、ここは。住んでいる方にお話を聞いてみましょう。オッケー、しっかり情報収集の糸口とかも教えてくれるんだね。いい子だね。おー、シャドウくんとか。まあちょっとレベリング少ししてレベル10にして配合するところまでやってみましょうか。まずはちょっとメラゴースト仲間にしたいとこであるんだけど、まあ投げてないんで、仲間になる確率も低いんだったら、ね、特に気にせずに、今は倒しに行きましょうか。ちょっと強いな。ちょっと強いな、思ったより。うん。こやつら。これ、あれだな、作戦、イースは、ガンガンしよう。で、困ったら、家の中入ろう。逃げ込もうぜ。そしたら MP とヒットポイント回復するから。それでいいでしょう、おそらく。めっちゃ食らうんだけど、攻撃。ほら、ザバー。よし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 。硬すぎるだろ、こいつ。さっきはダメだって。危ない。危険人物がすぎるだろ、こいつ。よしやっとやつけたよ。硬すぎるな、マジで。なんだこれ。経験値高すぎる。一気にレベルいったやん。ちょれーな。簡単だったね。イージーゲーム来たか。よし。ザメハ覚えた、次。マールは何覚えるの、ね、バレ。口を塞ぐ毒の息。なんかキモい技覚えるな。マレオくん。結構キモいね。構成が。妖精。あ、出た。妖精持ち。妖精持ちはいいぞ。こいつ。インフルエンザやからな。妖精ってスラポヨと一緒だよな、スラポヨと。かぶったか。まあまあまあ。機械でホイミ打ってくれるだけでも割と有効なコンテンツですからね、皆さん、ね、これ何このボコボコしてんの、ね、変なめっちゃボコボコしてるよね、これ。なんかこれが地形、見た目がなんか変な感じなんだけど、よし、もう一体こいつ倒してからね、配合しましょうか、まずは。よし、撃破。一戦闘が重いね。あれ、神石がまだレベル上がらん。神石もレベル上げたいな。もう一体行くか。いや、いいか。まず、最初のファースト配合だけしてくるかね。じゃあ、ファースト配合。誰組み合わせよう。いなくなんねやろ。
せっかくのうちのメンツが。嘘だろう。ここまで苦楽を共にしてきた仲間がよ。じゃない。うえ。めちゃくちゃ陽気な BGM。 親の声より聞いた BGM。 よろしくな。よく聞いたな。あずかにちょっと出張だ。ああ、マジで便利。マジで便利。ありえへんぐらい便利やできる。これやばすぎる。ありがとうございます。ありがとう。じゃあとりあえずもんじお願いします。なんか了解。生まれる子供とかを条件して配合できるんだけど、まあ、普通に配合しようぜ。配合できるのだって3体しかいねえもんな。どうするよ。いい椅子とうちの漆黒の闇。なんかまともないねえな。なにこれ。生まれるアイコンが金色のものは特別な組み合わせです。だってナスビラーナの組み合わせは特別なやつ生まれるけど、なにあれ。ナス、鹿、鹿、ニワトリ。黄色やん。すごいな、黄色のやつ。背景こいつ黄色か分からへん、ぶっちゃけ。このドラゴンのやつ。じゃあちょっと置いとこうぜ。スラポヨはマンドラは。いい椅子。なんか金ピカであるやつあるかと思って。別にないな、そんなないねんな。ドラキーとかもなんかあんのかな。ドラキーとかありそうじゃない。金ピカないわ。じゃあ言わせるか。はい、いや、鬼面同士でいいやろ。あ、だから鬼面同士じゃない、ドルイドだ。ドルドルドルイドイド。風のコツバギとか覚えるだろ、これ。来た。風の心。決定。漆黒の闇と、なんか爆発します。風の心バギ。風の心、闇の心、ナチュラル。ナチュラル。そうか、引き継げんのか、強いな、それめちゃくちゃ。生まれ変われ爆誕。うわい、ドロドロドロドイドー。よし、さあ君の名前はくびれないくんだ。寸胴やからな。腰ひねってくびれ作った方がいいよ。うん、腰悪するよ、くびれないとな。無理すんなよ。よし、とりあえず初めての配合できました。またおいで。じいちゃんありがとう。これで俺たちのパーティー強くなるよ。一体これで入れれんのか、追加で。あいや、あいやいやです。で、これで、だから鹿がいいんだよね。鹿入れとくと、このうちのスラポヨと配合したときに変なスライムになるから、ちょっとそれを目指していこうぜ。鹿スタメンにするのもあれやからね。え、鹿スタメンにするのもな。どうしようかな。まあ、ペロ入れるか、ペロ。骨太くん。いや、ペロの方が強いな、ペロ。よし、ペロ、お前がナンバーワンだ。いや、でも配合できるようになって、これでようやくドラクエも始まったなって感じしない？モンスターズも。ようやく俺の冒険が始まるんだぜ、みんな。みんな頑張ってくれ。ただまず、この、いっちゃん最初の試合だよな、多分。この配合した後の一番しんどいのっていつもだけど。主力メンバーが、まあ今回一体だけだけど減ったのは。減るっていうところで、ねえ、ちょっと苦しい戦いを強いらげることになるんだけど、いやいや。結構呪文主体のパーティーだからね、あと。は、MP が尽きたらもう終わりなんだよね。やっぱちょっと MP 管理もしっかりしつつでいきましょう。そしてレベルが、ウィー、みんながルー、最高。嬉しいな、このスキルポイント18はもらっとる。これと、これむずくねえが、何鍛えていくか。ねえ、くびれない。風の心っていうやつでしょ、今回。ハンドスハント。いやでも風の心にあげとこうかな、せっかくだし。これバギマ好きだし。バギマ、ドルクバーもいいけど。全体攻撃至上主義だから。よし。全体攻撃覚えてくれ。ガンガンとな。ドラキーいるじゃん。ドラキー元気してるか？倒すだけ倒させてくれ。ね、弱かったな。さて、次どこ行けばいいんだろうな。あ、なんかこれ光ってる。なんだ？ここ何これ？
落石今もしかして今のイベント夏のイベントは落石なのかもしれない。今降ってきたもんな、だいぶ怖っ。落石注意ですね。だってどこ行けばいいのか全然わかんねえんだけど、多分こっちだよな。道がこっちしかねえもんな、よく見たら。マップがね、全部オープンされてないからさ、やっぱこうやって見るとちょっと行きづらいよね、だいぶ。倒すか。よーし、やっつけた。強い馴染みに。しばらくちょっと苦痛というか苦しみながら進むことになりそうだね、これ。本当に。よし、自然切り。いいね、自然切り。なんかわからんけど。さて、こっち側だ。ダメージめっちゃ食らったんだ、ほぼ満タン。よし、ありがとうございます。誰が回復してくれたやろ。控えから使ってほしいな、MP は。そのあたりはしっかりできてるんでしょうか、このゲームさん。多分大丈夫だろう。今時の令和のゲームだから大丈夫だよ。多分。うわ、またお前か、スコップくん。ねえ。よし。モグラ組、撃破。経験値は。うまい。くびれない、もう8まで上がってるもんな。早え。これ、控えの方が経験値少ないとかある？控えね、レベルなかなか上がらんねんな、正直言って。アリソン、うわ、ホエミスライムいるじゃん。ミーホン。え、ちょっとスカウトチャレンジしたいな、これ。お任せしてる。待って。お任せしてるけど、大丈夫。うちの子たちは多分分かってくれる。ちゃんと、狙うべきモンスターは分かってるはず。スライム叩きやー、新人潰しだスカウトしてやろう、一回。どんなもんや。うわ、全然ダメか。31% か、言うて。お、成功すんかい。よし。そこはすんかい。いや、もういい。控え、君は。レベル9だって。結構いいとこ行ってるね。よいしょ。メラゴーストか。いや、今のがもしホイミスライムだったらなって思うじゃん。おーおーおー、ランプくんだ。こいつ名前なんて言うんだっけ、こいつ。ね、ランタン小僧か。ランタン小僧くん。てか、うちのスラップ用がもう MP 半分以下なんだけど、どうしよう。そろそろ拠点か、町かなんか、ここの原住民さんにそろそろ会わんと、苦しいなっていう状況やけどな。どうなんでしょうか。はい、です。よし。まあ、今は戦えばレベル上がる状況だからね。うん。ガンガンと倒しながら行きましょう。さて、どっちだ、道は。わからんな、これ。下は行き止まりやろ、でもこっち。登れたけど。行き止まりだよね、これ。メラゴーストがいて、これ薬草中だけが。なんもねえか。やっぱ道なりに進んでいくしかないね、これ。なかなかに緊張感ある感じですけど、これ。ホイミスライム逆にさ、スライム叩きあるから倒しやすくいいのかもしれん。うん、経験値もぼちぼちうまい。さて、もうちょいでゴールだといいんですけど、全然わかんない。あ、でも待って、マップのさ、ところに赤いピン刺さってんじゃん。それが指し示すところはもう近いよね。ってことは目的地がここってことなんでしょうか。来ましたね、目的地。洞窟？あれは。うわわ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 。なんか、たぶん、崩れたけど。あ、道が崩れて、ね、行けるところ増えるって感じなんかな。もしかしたらこの季節イベントで。夏。わからん。ここ何？この洞窟。ここ誰かんち？岩山の村、ガンドラ。村だって。おお、モンスターの村だ。ストーンスライム。おお、こんなとこにまた客が来るなんてな。岩山の村、ガンドラ。今、厄介な問題が起こってな、奥に住んでる。マルカスの話聞いてやってくれ。マルカスくん。話聞いてあげるか。こんにちは。マルカスくんですか？違った。ゴールド金庫だった。ねえ、ヒートギズモくん。モンスターがお金預かってんだ。ねえ、これ道具屋さん？おかしいな。炸裂魔法玉どこ行った？おっと、お客さんかい。うわ、くびれないじゃん、うちの。くびれないな、相変わらず。だって、あー、魔法の小瓶とか安いな、思ったより。使ってもいいかもね、やっぱこの辺。ねえ。バイドアリー。どういたしまして。うっす。これ何屋さん？ねえ、休むか。あ、休みます！ありがとうございます。ありがとうございます。ガチでありがとうございます。
宿屋さんあったの嬉しいわ。この岩で、この岩のベッド、これ。いやー、体痛そう。床で寝るのと何が違うんだろうな。ねえ、似たようなもんだと思うけど。だって、泥ヌーバ君、何してんだい。突然山からマグマが流れてきて、こちら、ここらの土地を別れ別れにしたんだ。奥の家に住むマルカスの息子がマルグマの向こうに残されてんだよ。こいつマルカス。むむ、その家たち。ただものでもありませんな、私には分かる。私の部下とお見合いしていただけませんか。さあ、すれば素晴らしい騎士と思った子が生まれる。あ、いいっすよ。ドラキーとお見合いできたら素晴らしい子ですよ。ねえ、ドラキーがいいの。ごめん、いないわ、ドラキー。うん。他のモンスターマザーと、モンスターマザー同士、モンスター同士をお見合いさせて配合することができます。お見合いさせたがってる子がいたら積極的に言いましょう、だって。親モンスター。親モンスター決めてくれ言われてもな。ドラキーがいいって言ったよな、ドラキーが。ドラキー連れてきたのか、捕まえてきて。うむ、残念ではあるが。ね。ドラキーさっき使ったもんだからな、配合に。うちの漆黒の闇。そういう時ちょっと辛いよな。こういう時は。配合させましょう、とりあえず。宝箱だ。宝箱だって思ったけど、こいつ、クエストおじさんじゃん、どう考えても。おクエストおじさん、ちょっとごめん。あ開けられへん、これ、報酬や。うっそー、泥棒だけして逃げたろう思ったのに。クエストおじさん、一旦置いといて。マトハント君、どうした。ちょっと前、村に人間が来たんだ、珍しい。道具屋の裏でゴソゴソしてたけど。炸裂なんとか玉がないぞ、言ってたよね、道具屋の人。え、泥棒もしかして、人間が。やっぱ人間って最低だな。ほんま、満足しか勝たん。何こいつ。何このバブルスライムとはぐれメタルの間みたいなやつ。え、 なんだこれ。あんなバブル系いたっけ。知らない子ですね。あ、チーム、小さなメタル。初ゲットだね、今作。ちょっと嬉しい。スカウトできねえかな、ニンホエビスライム。成功しちゃった。共に行くぞ。ホエビスライム成功するんだ。今、ね、ドラキー捕まえに来たんだけどさ。ねえ。君の名前はケアルンだ。なんか別のゲームからやってきた。配合する、配合要因として。配合要因だからな。レベル10あるもんな、ケアルン。なんだかんだ言って。スキル振っとくか。ヒットポイント回復。マックス。キアリー、よーい。ザオリク。ザオラルとか覚えんじゃん。いい、ケア、もういい。預かり所言っといて。レベル10あったらもういいよ、この時点で。ありがとう。ドラキースカウト28%。低いんだよな、全体的に。ほんま。どうしようかな。全然成功せん、これ。いやー。ちょっと全体的に減らそう、まず。さあ、今度こそ行こう。スカウトアタック。ドゥンドゥンドゥン。いや、33%。5%も上がったぜ。だろ？うわ、成功すんかい。ダメだと思った。33% って 300% かもしれんねえ。どうせ君はもういない。どうせ君はもういない。なんかやだな。しかもすぐか。妖精た食いしん坊ペロもそろそろ。ペロ行くか。そろそろペロ、お前動画もなんか持ったろ。大丈夫か。モンスター詳細。いや、いいや。よし、じゃあとりあえず、ドラキーくん、レベル10にして、お見合いさせましょうか、他のこと。どうなるんだろうな。楽しみだな。さあ、鹿レベルアップしたね。いいぞ、いいぞ。あと、くびれない、ドラキーが、あと1セントでレベルアップだな。オッケーオッケー。さあ、これで、お見合いができる。素晴らしい。さて、よしよし、レベルアップ計算通りじゃ。いいね。さあ、これで、何生まれんだろう、楽しみだわ。さて、おじさん、こんにちは。むむ、私最強です。オッケー、お見合いしてください。いいですよ。ドラキーとお見合いできたら素晴らしい子ですよ。なんで相手指定してんだよな、こいつ。いや、これ、優しさなんだろうけどね。え？ドラキーと、ほんと仲いる？うわ！
なんかソーサーだっけ、デスソーサーの親戚みたいなやつやってる。お化けプレートだって。ランク F だ。ちょっと待って、 G ランクじゃねえのか。 F ランク、これやばいだろマジで。来た、両親決定。毒ガード、レッドソード、かっこいい。レッドソード、レッドソード、スリラー、ボミエヒャド、賢さアップ、毒ガード。俺のでもドルマ、刃砕きもなかなか悪くないよこれ。闇の心も、闇の心持っていこう。でどうしようかな、レッドソード、物理アタッカーなんのかな、お化けプレートって。でスリラーってでもあんまし見たことないから、スリラー入れとこう。よーし、爆誕。このモンスターと見合いできるのは一度だけです。あ、大丈夫ですよ、ドラキーって言われてるんで。ぜひとも。お化けやんだろ、でもどこにでもおるやろな。この子が出してくれるのは一回だけってことなんだろうな。そう、お化けプレート。今日から君はビッグパパだ。うん、すごい。子だくさん。大家族来た。大家族、ビッグパパ。よろしくな。お見合いありがとうございます。指導精神を持った立派な子に育ててくだされ。ありがとうございます。どういたしまして。いやもう、いい子になるよ、これは。ねえ、ビッグパパ。じゃあ次、スラポヨも配合しちゃおうか、せっかくだし。初期面のスラポヨも。やっぱ配合出てから、やっぱめちゃくちゃ、さらにおもろくなってきたよな。ワクワクするねえ、ってことで。これでね、ああ F ランクなってる。玉ねぎスライム、玉スラです。玉スラ、スライムツリーもいいけどね、玉スラでしょ。玉スラ爆弾。さて、ナチュラルなんだ。妖精ちゃんがあるからな、妖精ちゃんが。ナチュラルもいいけど、妖精賢さアップ、ダンサーいらねえんだよな、どう考えてもねえ。なんでナチュラル、ナチュラル一応覚えとくか、せっかくだしな。ということで、玉ねぎスライム爆弾。玉ねぎのスライムって何？玉ねぎだ。お店に売ってそう。君はオニョニョンだ。うん、かわいい名前してるね、オニョニョン。ちょっと言いづらいかも。オニョニョン。だって新しい子ができましたね。ホエミスライムも一応できるんだよ。スランゴとかも。うわー、ドラゴンスライム、ドラゴンスライムになるんだ。コドラと組み合わせたら。こういう組み合わせがあると嬉しいなるよな。ドロイドとか G ランクだもんな、結局。初配合。おい、G ランク上1個上げなきゃやっぱダメだろう、マジで。上いける組み合わせをちょっと今後は考えていきましょうね。よし、じゃあ今回ここまでにしましょうか。さあ今回ついに配合することができました。まあ配合してね、ちょっとメンツも少し変わったかなって感じですね。でビッグパパとかくびれないとかね、オニョニョンとかが新しくね、配合で生まれました。じゃあ次回もちょっとね、いろいろとモンスター配合させたりとかして遊びながら、そしてストーリー進めていきましょう。さてパパに復習するときはいつなのか頑張っていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。